ファミコン40周年にね、気を取られて全然見落としてたんですけど、東西ゲームズさんがアイレムのアーケードと家庭用の名作を最新機種に復刻するアイレムコレクションシリーズ第2弾はガンフォース、ジオストーム、エアデュエルに決定ということで、ね、こんな発表をされてました。アイレムのね、このアイレムコレクションっていうのは以前僕のこのチャンネルでもちょっと扱ってはいたんですけども、 一作目がね、2023年年末とかの予定で、まだ出てないんですよ。<laughs> 出てないから、こういうのって一作目が発売し、まあ、あの、バリスなんか見てるとね、バリスコレクションって一作目のものクラファンやって、ガーッと盛り上がって発売されて、しばらくしてから、第二弾やりますっていう感じだけど、こっちはもう発売しますって発表なんだけども、でも、一作目がまだ、ね、どうなってるかわかんないけども、もうあ 普通に順調に今後出す、出すんだっていうのが分かるだけで、成功したら次行きますじゃなくて、あ、順調にこう出すんだってで、も一作目こけたらどうするんだろうっていうのは普通心配はあるんですけども、二作目が発表されましたというところで。ガンホース、ジオストーム、エアデュエルのアーケード版に加え、ガンホースはスーパーハミコン版も収録ということで、ガンホース、スーパーハミコン版ね。一作目の時には、イメージファイト、イメージファイト2、X マルチプライだったんで、イメージファイトとかね、ハミコンで出てたり、PC エンジンかな、イメージ ファイトワンツーって X マルチプライもサターンだったかなプレスだったかな2本ぐらいソフト入ってるようなセットに入ってたという感じなんで、まあ、一応家庭用ゲーム機でも遊べる環境があったけど今回のは割とアーケード志向の中にとりあえずガンホースだけスーパーファミコン版入れましたって感じになってるんで1作目に比べるとあファミコン版のあれ持ってなかったから。 これでプレミア競争に巻き込まれなくて済むみたいな、そういうのはないみたいな感じなんですけども。だから今後のね、この東西ゲームスさんの流れは、アーケードと家庭用とか、あんまり意識せずに、ボンボン、統一感のあるものを投入してくるようなイメージなのかなというところですね。アイレムコレクションは、アイレムのアーケード及び家庭用の数々の名作を最新機種に復刻するプロジェクトです。シリーズとして順次展開され、それぞれアイレムのアーケード家庭用ゲームがテーマ別に 複数本収録される豪華な仕様となります。任天堂 t e n d Switch PSO PS5 Xbox 向けに発売予定です。イメージファイト、イメージファイト2 X マルチプライを収録したアイレムコレクション Vol.1 に続き、今回アイレムコレクション Vol.2 の発売及び収録タイトルが決定いたしました。Vol.2 はガンフォース、ジオストーム、エアデュエルの アーケード版およびガンホースのスーパーファミコン版の4本を収録し2024年初頭に発売予定ですということなんであわよくばもしかしたらゲームショーでアイレムコレクションボリューム1ボリューム2合わせて見れる機会があるのかなとまあちょっとこれは流通なりそういうのをやってるところが出てくるかどうか そ,ういうのそれ次第だしこれがパッケージでどう展開されるかもよくわかんないんであれなんですけどもサンソフトさんは去年ゲームショーにちっちゃいブースながら出展してたんで多分今年もちっちゃいブースでも出展しててちょっとはアピールされるんだろうけども東西ゲームズさんはどういう展開をされるのかなっていうのももしかしたらちょっと楽しみなポイントになるのかもしれないですね。 で、ちなみにここね、アイレムコレクションは今後も順次発売予定です。アーケード家庭用の人気タイトルや現在ではプレイすることが困難なレアなゲームなど、アイレムファンはもちろん幅広いゲームユーザーが楽しめるラインナップとなる予定です。収録タイトルや発売日体は順次発表いたしますので、どうぞご,ご,ご期待くださいってことなので、もしかしたら年内に2作ぐらい発表のタイミングがあるかもしれないですね。発売は来年なんでしょうけど。<laughs> まあちょっとこれは順調に売れてるかどうかが 多分、次に続く展開っていうのもあると思うんでね、そこら辺はちょっと、あの、楽しみに見なきゃ、楽しみっていうか、期待をしてっていうか、応援をしないといけないのかなという気がしたりします。一応ゲームの説明いろいろあるけど、まあ、それはいいや。なのでね、ちょっと東西ゲームさんも、もっとアピールの機会をね、作っていただければという感じです。現在ね、このチャンネルでは、魔性の挑戦を始めました。<laughs> 正直、魔性やばいです。